アイテム番号 SCP-58JP。 オブジェクトクラスケテル。特別収容プロトコル。 SCP-58JP は収容エリア8120の大型機密収容ユニットに設けられた1000立方メートル容量の密閉型タンク90機に分けて収容してください。タンクは常に液体窒素で160以下を維持。タンク内部の SCP-58JP はマイナス30度以下になる状態を維持し、決して0度を上回らないようにしてください。機密収容ユニット内の水蒸気はすべて回収装置で強制的にタンクに戻され凝結されるようにしてください。機密収容ユニットの扉にはエアロックを設け、いかなる水分の持ち出しもないようにしてください。また、収容ユニットに入る職員は酸素ボンベ付き体幹ハズマットスーツを着用し、退出時もエアロックでの脱水が完了するまで決して脱がないでください。収容は現在約 76% が完了しており、残り 24% の収容任務に機動部隊務に、嵐を呼ぶ男が当たっています。収容状況についてはレポート058-04を参照してください。特に収容エリア8120周辺 20km 圏内の気象状況、水脈、河川は常時監視され、異常が発見された場合収容エリア8120職員はシェルターへ退避してください。説明、SCP-58JP は知性を持つ総量約87000立方メートルの水です。SCP-58JP は血液と動物性油脂を含みやや濁っていて、全体としては薄く暗い赤色で、排水路のような、と評される強い腐敗臭を持ちます。しかしこれ以外の物質を混合した場合、それらすべてを数時間以内に分離し排出することが分かっています。排出されるメカニズムは解明されていません。またこの血液と油脂は相当数の人間のものであることが遺伝子検査から判明しています。また、気化した SCP-58JP には血液と油脂は残らず、析出したこれらの残存物質に異常性はないため、純粋な SCP-58JP 本体は水単体であると考えられています。SCP-58JP は自発的な移動が可能です。移動には自身も含む何らかの足場が必要ですが、気象もしくはエアロゾルの状態にあるときは、大気を足場とするため、液晶より活発に移動します。そのため、非収容時は雲や霧などエアロゾルの状態を取ることが多かったと報告されています。呼層では動きません。また層などの物理状態に関わらず一つの場所にまとまろうとする傾向があります。これにより水中、大気中でも拡散せず SCP-58JP は単一の個体であることを維持します。自発的に複数の個体に分かれることは一度も確認されていません。さらに、目的に合わせ物理状態を変化させることが可能です。周囲の温度変化に対しては一種の恒常性を持っています。通常は緩やかに熱を行うことで SCP-58JP の任意の物理状態に留まっています。SCP-58JP の温度測定はこの熱の性質のため正確に測ることはできず、実際の温度との差分が計測されます。ただし、SCP-58JP はそれぞれの層における転移点のプラマイ 157.4 度を超える温度変化に対しては対処しきれず、強制的な熱移動を被ることになります。このため、SCP-58JP を固体の状態に留め置くには、157.4 度以下で冷やし続け個層を強制的に維持することが有効であると結論付けられています。SCP-58JP は人類に対して敵対的であり、未収容の状態では不定期に人間を襲い、捕食に似た行動をとります。特に人の多い場所を狙って襲撃することが統計的に明らかになっています。沈静期は通常の水のように振る舞います。SCP-58JP 内に取り込まれた人間は、取り込まれた部位から速やかに分解され、血液と油脂成分のみが SCP-58JP 内に残ることになります。この血液と油脂も時間とともに分解され、最終的には元の濃度に戻ります。平均的な体格の成人を全身つけた場合、
身体の分解にかかる速度はおよそ5秒から15秒程度です。この分解自体は人体のみに有効であり、確実な機密が施されたハズマットスーツで防ぐことができますが、SCP-58JP 内では非常に強い水圧がかかるため、全身をつけた場合スーツ単体では生存はほぼ不可能です。事案記録58抜粋。19、10、県沖、遠洋漁業船、200mm 毎時の雷雨、17メートル超の波、乗組員、名が死亡、局所的な気象災害による沈没として処理。19、12、県、町、20メートル超の津波、最大時指定3メートル未満の霧、人が死亡、人が重軽傷、町の記録削除、関係者への記憶処理。19、4、府、市、直径18センチメートルを超える、川の氾濫、最大時指定5メートル未満の霧、人が死亡、人が重軽傷、関係者への広域な記憶処理、並びに記録隠蔽、上流貯水池の事故として処理。20、9、県、町、土砂災害を伴う200ミリメートル毎時の大雨、13センチメートルを超える、最大時指定3メートル未満の霧、人が死亡、人が重軽傷、関係者への広域な記憶処理、並びに記録隠蔽、局所的な気象災害として処理。実験記録58抜粋。19、7、5立方センチメートルの液体 SCP-58JP を気化し 10×10×3m の機密実験室に開放。大型ファンで室内空気を強く循環させた、エアロックを通じ D68478 を入室させ暴露させる。D68478 は入室後13秒で強い喉と目の痛みを訴え、83秒後激しい吐血とともに死亡。さらに死体が分解され、284秒後完全に分解された死体から多量の SCP-58JP が生じた。移動する性質により、所要時間に差はあるが少量でも人を襲うことが可能であると裏付けされた。さらに実験室内を完全に脱水し回収した SCP-58JP は 36.7kg になった。これは D68478 に含まれていた水分量によるものと考えられる。20、12、それぞれ5立方センチメートルの液体 SCP-58JP と着色した通常の水の密閉容器中での混合。13秒で完全に分離。人体由来ではない水分は異物と判断されると推測された。なお、分離直後 SCP-58JP は気化をはじめ容器内圧力が高まったため、冷却処理した。20、9、5立方センチメートルの液体 SCP-58JP にセメントを混合、攪拌し続ける。分離速度を攪拌と結合速度が上回り、一時固定化。しかし、20時間後に SCP-58JP が表面から滲み出した。セメントによる処理は一時的な収容措置には利用可能だが、そのままでは使えない。また、化合物として分子を分離しても異常性がなくならないと推定された。20、7、5立方センチメートルの液体 SCP-58JP を電気分解。N.A. これ以降 SCP-58JP を不安定状態に置くのは禁止される。収容記録58抜粋。名称、収容記録058-21-0005、概要、20:07-22:30頃、フィールドエージェントから SCP-58JP が、県、町、湖に出現したとの報告がなされました。しかし目視できる SCP-58JP の量はおよそ1000立方メートル前後であり、本来想定されるものよりはるかに少なかったため、SCP-58JP は地下水脈を通して、湖まで移動しその質量の大部分は地下に存在すると考えられました。SCP-58JP 収容のため、吸収性ポリマーを上空から散布した後、
耐圧力強化ポンプ車10台により吸引する計画が立案、実行されました。吸収性ポリマーを散布する輸送機とポンプ車は機密構造になっています。結果、輸送機が吸水性ポリマー散布を開始したところ、出現した SCP-58JP 約1000立方メートルすべてが8分程度で急速に気化。激しい上昇気流となり輸送機を襲いました。この結果、輸送機は失速し墜落しました。発生した圧力は上昇に使われ横方向への気流はほぼ発生せず、ポンプ車等の地上部隊は影響を受けませんでした。SCP-58JP は霧状になり墜落した輸送機周辺に23時25分まで止まりましたが、その後消失し行方がわからなくなりました。輸送機の残骸調査では乗員、迷彩服を残し発見されませんでした。名称、収容記録058-38-0004、概要、20-11-4時20分頃、県の山間部に位置する。村にて発生した200ミリメートル毎時超の大雨発生後、村民と連絡がつかなくなったこと。気象現象として不自然な点が多いことから SCP-58JP との関連が疑われ、機動部隊M1、愛の嵐、が派遣されました。機動部隊M1は機密性を高めた水陸両用車10台で現地に向かい、車両にはそれぞれ凍結収容コンテナを接続し降雨する SCP-58JP をコンテナに収容する計画でした。結果、車列は、村まで約 2km の山道で、指定距離3メートル未満の濃霧に包まれ走行が極めて困難になりました。この時点で通信は電波障害により不明瞭なものとなりますが、断片的な情報から、村方面から SCP-58JP が濁流となって車列を飲み込んだと推測されています。山道は崖に面しており下車両がその崖下から見つかったことから、おそらく大量の SCP-58JP に押し流され崖から転落したことで機密が破れ、車両内部に侵入されたと推測されています。機動部隊M1構成員、迷彩服以外発見されていません。名称、収容記録058-40-0008、概要、20-1-910頃、県、市の地下貯水施設が突然赤く染まったという情報を受け、SCP-58JP との関連が疑われたため機動部隊M2、嵐を呼ぶ男、が派遣されました。機動部隊M2により SCP-58JP 約6万3000立方メートルであることが確認され、カバーストーリー、有害物質流出、に基づく関係者、民間人の避難と並行し、地下貯水施設へのセメント投入、及び貯水施設の冷却による SCP-58JP 封じ込め措置が行われました。結果、封じ込めは一定の成果を得、出現した SCP-58JP のおよそ 12% の収容に成功しました。しかし、セメント投入開始直後の貯水施設及び冷却装置の破壊により大部分の SCP-58JP は排水路水門を突破しました。これらは海へと脱出したと見られています。収容された SCP-58JP は収容エリア8120に移送されました。名称、収容記録058-43-0002、概要、20-8-17時40分頃、巡回中だった無人航空機の光学スペクトルデータ及びサンプリング調査の分析から、県、町、南南西約 140km 地点の海上、約 1800m 上空に積乱雲状の SCP-58JP が発見されました。この時点で SCP-58JP は、町方面へ 60km 毎時前後で移動しており、町への到達予想時刻は19時55分と推定されました。市街地への侵入の妨害及び SCP-58JP 収容のため、SCP-S ティフォン、SCP-S 赤島が救破されました。SCP-S ティフォンは改装された二重船から型大型タンカーであり、タンク内に格納した液体を急速に凍結、120時間の間冷却し続けることが可能です。
SCP-S 赤島は護衛艦で VLS を搭載しており、溶化銀散布装置を弾頭に用いた SAM を格納しています。また、SCP-58JT に対応するため、両艦とも重要な区画は機密構造となっています。作戦は SCP-S 赤島から SAM を SCP-58JP の一点に集中的に打ち込み強制的に降雨させ、SCP-S ティフォンの冷却タンクを用いて回収するという計画です。結果、18時45分。作戦の目標地点に SCP-S ティフォンに速力で勝る SCP-S 赤島が先に到着しました。この時点で目標地点から 1.5km 地点に迫っていた SCP-58JP は、18時51分、落雷を含む激しい暴風雨と高さ15メートルに及ぶと推測される高波、および視程3メートル未満の非常に濃い霧を目標地点約 5km 圏内の海域に発生させました。この反応は SCP-S 赤島の乗員数から当初予想されていたものよりもはるかに強く、影響で SCP-S ティフォンの到着の遅延と本部との通信障害が発生しました。そのため、SCP-S 赤島は孤立した状態で勢力の強い SCP-58JP に約40分間さらされることになりました。結果として SCP-S ティフォンが到着する19時27分までに、多目的格納区画並びに環境通路に深刻なダメージを受け、内部に SCP-58JP が侵入し、名の人員を喪失しました。しかし SCP-S 赤島はこの後も戦闘機能が破壊し尽くされるまで48機の SAM を発射し、結果として SCP-S ティフォンは約4万8000立方メートルの SCP-58JP 回収に成功しました。これは1回の作戦における最大の回収量です。この収容任務に対する忠誠と功績により、今作戦に参加した SCP-S 赤島の全乗員に勲章が与えられました。ほい。懸命な捜索と収容が続けられていますが、それでも残り 24%、すなわち約2万880立方メートルの SCP-58JP が未収容のままです。鎮静機の SCP-58JP を通常の水と区別することは、一般民間人には困難であり、行方不明者を伴う水難事故のいくつかは、SCP-58JP の関与が確実視されています。現在も被害が出続けている以上、収容と対策は急務であり、20-11に収容計画の拡充並びにさらなる資源の投入が日本支部理事会により承認されました。